時は戦国時代中期。天文10年、1541年8月。病により小田原城にて亡くなった先代北条氏綱に代わり、名実ともに北条家当主となった北条氏康は、祖父伊勢宗瑞の頃より宿敵と定められている山の内、扇ヶ津の両上杉打倒を掲げ、自慢の軍略を持って推し進めるも、公方や朝廷など政治面をおろそかにしてしまったことで、小学坊足利春氏の北条離反を招いてしまった。これにより、西からは駿河の今川義元が、北からは両上杉に小学坊が同時に北条領へ攻め込んでくる事態となり、窮地に陥った北条氏康は、今川義元に丘陵である東駿河の地を返還することを条件に和睦。その翌年の天文15年4月、川越城を取り囲む上杉軍に夜襲を仕掛け打ち負かし、当主不在の扇ヶ津上杉家は瓦解、そして多くの家臣を失った山の内上杉範政は、わずかな共回りに守られ、なんとか戦場を離脱。結果を知った小学坊軍もまた兵を引き上げ、北条軍圧勝に終わった。氏康はこの勢いのまま北武蔵の扇ヶ津領に侵攻。岩槻城には北条へ寝返った太田助や木が入り、扇ヶ津居城、松山城も北条軍が落とし、ここに200年を超える歴史を持つ扇ヶ津上杉家は滅亡となった。帰る地を失った旧扇ヶ津傘下の豪族、上田友直や太田助政は、わずかな家臣らと共に東高助の独立国主、由良成重のこもる金山城で庇護された。由良様、ささっ、取れたてのイノシシにございますぞ。生きがよいゆえ、うまかろう。成重様、こちらは、武蔵市美しいと評判であった村娘の小袖じゃ。わしの宝物ですぞ、お納めくだされ。なあ、そんなものいただいても困るのじゃ。何を出そうが、気持ちは変わらぬぞ。かくまってやる期日は、とうに過ぎておるのだ。いや、それが、なかなか、次の行き場が見つからなくてな。違うであろう。扇ヶ津上杉最高の文字が、顔に現れておるぞ。え、嘘、か、顔にだと。鏡はないか。例え話じゃ。まこと、顔に書かれておったら、城に入れておらぬ。なあ、今一度、我らの話を聞いてくれ。北条などと名乗る伊勢どものことだろ。ああ、そなたの祖父、横瀬景重公が、ポットでの伊勢宗瑞に、腐敗を舐めさせられたことは、存じておる。ああ、当家の家訓筆頭に、伊勢、許すまじ、があるでな。そして、父が、北条とて、許すまじ、を書き足したくらいじゃ。であろう、我らとて、北条に領土を奪われたに、北条、許すまじ、の思いは同じじゃ。だからとて、そなたらをかくまっていることが北条に漏れては面倒なのじゃ。下府様で落ちよ、公方様が何とかしてくれよう。成重様も山の内上杉の三角二州ではありませぬか。今は扇ヶ津も山の内も関係ない、同じ北条を憎む者同士、何とか。山の内上杉の三角二州じゃと、それは父横瀬康重までの話。わしはどこにも組みせぬと決めておる。川越への囲みに参陣しなかったのも、それの表れ。それは、主君、今松森住殿との確執が、ゆえにございましょう。今は、下克上をなし、由良家の主となられたのです。どうか、そのお力をお貸しくだされ。おお、ついに本音が出たな。わしの力を借りたいとは、どういうことじゃ。北条に奪われた伊豆子の城を奪いたいのです。少し兵をお貸しいただければ。兵を貸せじゃと。え、兵は不要にございます。ただ、その時が来るまで、ここにかくまっていただけないかと。わずかな共回りしかおらぬそなたらだけで、北条がせしめた城を奪えるとでも思っておるのか。ええ、あの氏康とて、旧扇ヶ津領の統治には、時がかかりましょう。必ずや隙ができまする。伊豆子の城を来年春までには。来春じゃと、ならぬ。夏のうちに出て行ってくれ。そこをなんとか。せめて秋まで待っていただきたい。おなごの小袖なら、いくらでも盗んでくるぞ。盗んだ小袖などいらん。ち、まあわかった。秋まで待ってやろう。片付けない。ただし、北条に知られたときは、そなたらを縛り上げ差し出すからな。北条に下ると申すか。下るわけがない。されど、当家も、今は、まだ弱小大名。下らぬことで、北条を敵にするときではないからな。おお、下らぬと申しましたな。その下らぬではなく、下らない話でという意味じゃ。つまり、下らない、ということですが。助政殿、話がややこしくなる。下がっていてくれ。ああ。では、由良殿、秋まで、どうぞお頼みいたしまする。しっかり約束は守れよ。はは。チェッ、偉そうにしやがって。我らはお尋ね者の首じゃ。今はこらえよ。それより、どこの城を狙うと。この絵図を。狙うは、この松山城。松山城は、今や敵の最前線基地となっておる。さすがに無理ぞ。それより、岩槻城のそなたの兄、助明を寝返らせた方が早いぞ。あやつは、もう、兄とは思っておりませぬ。我が身の保身のために、扇ヶ津を売った大悪党じゃ。そうか。上田様は、扇ヶ津の居城となる前から、松山城に入っておられたお方ゆえ、城の弱点は、よく存じておりましょう。ああ、北の絡め手につながる隠し道はあるが、
されど城を奪うには数が必要だぞ。各地に散った残党を何とかして集めるしかありますまい。あまり数が多くても敵に見つかる恐れが高まりますゆえ。それでもシュグルワを抑えるには200は必要ぞ。何とかしましょう。お市場の成田殿の力を借りるのはどうじゃ。城への立ち入りを拒否されたではありませんか。このお市場の成田長安、そして深谷城の上杉森方、山の内上杉の傘下でありながら共に川越の囲みに参陣をしなかったもの、そして撤退する我らをかくまうことを拒んだところを見るに、以前より北条と吉見を通じていると考えた方がよろしいかと。なるほど。下手に頼れば我らの身が危ういか。松山城を奪いさえすれば旧信らは次々に戻ってきましょう。そして扇ヶ谷通営杉の再興を掲げるのです。策はあるのか。ええ、北条氏康は今暴走に目が向いておりましょう。南上様で侵攻した里見義高はこの久留里城を拠点とし、峰上城、佐抜城、笹子城を次々に陥落させていると聞きます。目下の狙いはこの木更津港でしょう。シーズ城を拠点とする北条方の成安、武田信孝からは幾度も氏康に援軍要請を出していると聞きます。木更津港は北条にとっても武蔵や相模を守る要の地、主力を南に下げる時は間もなくでしょう。なるほどの。よし、助政殿は兵集めを頼む。わしは扇ヶ谷再興のための旗頭を見つけに向かうぞ。当てはありますので。川越包囲のバタバタで進殿しておらんかったが、山の内上杉での上杉の利勝様を友貞様の有志とする話があったのだ。例の山の内と和睦するための条件の一つですが、その上杉の利勝様を扇ヶ谷上杉の新たな当主に擁立すると。そうじゃ、進軍はこうがよかろう。まず深谷城と市城の間を縫うように南下した先の埼玉郡西にある熊谷郷、ここは雑木林も多く隠れるには向いておろう。ここを結集地とし、荒川を船で下り、当家が長く庇護しておった大福寺、ここを拠点に松山城の北へつながる隠し道を進むのじゃ。良き案ですが。ではお互い主義を参ろうぞ。はは。上田智直と太田助政による扇ヶ谷上杉家再興の動きが起き出した頃、北条氏康は相模玉縄城に入り、里見義高の動きを封じるべく軍議を開いていた。おう、笠原殿、我が城玉縄城に遠路ようお越しいただいた。俺はこの城の主、北条一門次期八幡北条綱重である。知っておるわ。それにわずか五里北の小机城から来ただけじゃ遠路でもない。俺も城の主だ。遠行事例の一つくらい。それを言うなら社交事例な。そうそう、社交事例の一つくらい言わせていただきたい。それより頭に包帯を巻いておるが、怪我でもしたのか。包帯ではない。これは氏康様からお認めいただいた北条家主力隊の証である城備え隊を示すもの。城備え隊だと。そんな隊の存在など知らんが。そなたは川越城に籠城しておったで知らぬであろうな。ちなみにわし以外にも赤備え隊は北条綱高殿。綱高が赤だと。うむ。そして黒備え隊また目元忠殿じゃ。為殿は黒か。まあ地味な為殿にはお似合いか。他にはわしが知る限りでは以上だ。されど玄庵様が全部で5色ではないかと言っておった。ということは残り2色。大道寺に遠山、富永に太田など候補の将は多々おる。城持ちになりたての綱重殿が色をいただくのは厳しかろうな。そんなことはない。氏康に直談判だ。おい、そなたは出迎えの役であろうが。氏康、俺は何色なんだ。もう聞いたのか。彦爺、森政に次ぐ敵将の首級を上げてきたこの俺様によもや色備えたいとさせぬわけがなかろう。ああそうだな。うむ、綱重は無職でどうだ。おう、北条無職備えたいか。て無職ってことは色がないってことだろうが。五色備えはわしの策を遂行する上で手足となって動いてもらう主力隊だ。そなたのような勝手な行軍をする者に色を預けることはできん。なんでだよ。玉川での祭り事もしっかりやっている。鶴岡八幡宮の庇護も怠っていない。大仏様だって月一で磨きにも行っているんだ。ここに来るまでの道中、鎌倉軍の百姓の生き生きとした姿を見たであろう。祭り事についてはすでに聞き及んでおる。想像以上の働きぞ。であろう。ならば色をくれ。祭り事と戦とは別物。あと二色を誰にするのかまだ決まっていないんだろ。青備え隊は決まっておる。当家の水軍を担う富永直勝だ。ならば残すはあと一つか。決まってないなら俺に気を与えてくれ。されば次の戦でわしの指示に従うこと。いいか、重要なことゆえ再度申すが、わしの指示にしっかり従い、結果を残せたら色を与えてやろう。よーし、結果を残せばいいんだな。ちゃんと聞いてたのか。わしの指示にしっかり従うことが結果を残すより重要だ。わかったわかった。よし、軍議と参ろう。マミア、皆を広間に入れよ。はは。久々の玉縄城は落ち着きますね。おじゆえ、落ち着いてばかりもいられませぬ。里見義高ですね。あやつ、いよいよ本性を出してきよった。武田信政を助けるふりをして、勝佐の城を次々に奪い、我が領土としておる。
見てくだされ。シーズ城の武田信孝殿から届いた援軍要請の文の束を。北武蔵もまだ統治を終えておりませんが、暴走をこれ以上放置もできませんね。そうです。里見義隆はついに信政派の讃岐城や笹子城も落とした。狙いはこの木更津港でしょう。ここを奪うことで当家の勝佐上陸を防ぐのが狙い。故に当家主力はすぐにも神奈川港と須賀港から勝佐に入り、有吉城で信孝隊と合流。そして里見義隆に決戦を仕掛ける。いよいよ里見との全面対決の時が参りましたな。ああ、すでに先行して富永直勝の水軍を木更津港に向かわせておる。海の安全を確保でき次第、主力は海を渡り有吉城で千葉軍と合流し、川越城より急ぎの伝令。川越城からだと。はっ、玄安様のご着手、川越城留水、北条時長様よりの伝令。昨日早朝、扇ヶ谷津急進、上田友直、大田助政率いる隊が松山城に攻め入り、シュールワを占拠。どうも山の内上杉演者の者を扇ヶ谷津上杉の新たな当主に擁立する動きのようで、元扇ヶ谷津派の残党らは息を吹き返し城に入り出しているとのよし。ち、暴走へ動いた隙をついてきたか。古学坊や周辺の国衆に動きはないか。今のところ知らせは入ってきておりません。せがれだけでは心もとない。私が川越城に戻りましょう。頼みます。重置も川越に戻り守備を固めてくれ。はは、城に戻ったら星城の成田長安、深谷城の上杉範方に使者を送り、当家に従う証を早く出すよう督促せよ。心得ました。うん、氏康様、資産誠に申し訳ゲホゲホ。助けたか、大丈夫か。このところ体調がよろしくなくゲホゲホ、馬にまたがるのもやっと、せがれ影助の解放を得てようやくここまでゲホゲホ。あまり喋らぬでよい、体に触る。影助。は、扇ヶ谷津上杉の残党らが北武蔵で動き出したゆえ、暴走進行は一旦白紙に戻す。おい、白紙に戻す必要はねえだろ。川越衆がいなくとも俺がおれば大丈夫だ。おじ上に大道自体がいなくては里見とはまともに戦えぬ。千葉の隊も加わればこちらは2万を優に超える。あとは古本ごとくの策で何とでも戦えるだろう。ここで当家主力が上総に渡れば、武蔵や相模の多くの城が松山城同様に手薄となる。それを狙う老頭どもが現れてもおかしくはない。第2第3の松山城を出さぬためにも一旦白紙に戻すのだ。それでは俺の活躍する場が、ん、わしの命に従えぬのだな。ならば色の話は。わかったから、それ以上は言わんでくれ。影助、そういうことだからこの玉縄城でしばらく助隆の解放をしてやるのだ。回復の後江戸城に戻ればよい。承知いたしました。されどマリアツへの援軍を出さねば里見の好き勝手にされまする。案ずるでない。里見義隆というしたたかな男にはしたたかな策を講じておけば動きは止められよう。したたかな策とは？すでに木更津港には富永の水軍が入っておる。そのことは義隆の耳にも入っておろう。港に水軍がいるうちは義隆はわしの動きを警戒し進行を止める。そして古学坊の命で氏康は里見討伐の支度を始めていると噂を流しておけばよい。そんな嘘の風評に里見義隆は騙されるでしょうや。義隆は誰よりも用心深い。嘘か誠か判明せぬうちは動くことはしないはず。今は里見の足を止めさせておくことができればそれでよいのじゃ。なるほど。小太郎。よい。む、刀傷は癒えたようじゃな。流言の剣頼むぞ。よし、皆の者、明日より遠方の隊から順に所領に戻るのだ。武蔵の者らは近く松山城攻めがあることを念頭に置き、いつでも出陣できるよう支度だけは整えておくのじゃ。上田友直、大田助政らによる松山城奪還は北条軍の里見征伐を止めるまでの効果をもたらした。これにより里見義隆は滅亡を免れたと唱える学者もいるほど、川越を戦で勝利した北条軍の名声と兵力は増していた。一方その頃、信濃佐久郡へ侵攻する武田晴信は大井佐竹のこもる内山城攻めを行っていた。援軍なき牢城に兵の士気はもたず、大井佐竹は逃亡し城は解城。内山城に入った晴信はすぐ北の志賀城を次の攻略先と定め、諸将を集めた。影政。はは、内山城での働き、誠見事であったぞ。もったいないお言葉。遡ること6年前、雲の口城攻めの際に、敵将、平賀源信を撃ったのも、そなたであったと聞いたが。はっ、あの時は、無我夢中で、槍を振り回しておったところ、たまたま敵将に刺さり。はは、謙遜するでない。父は、何故、そなたのような猛者を引き立てなかったのであろうか。おそらくは、我が兄弟家は、先代信虎様の歓喜に触れ打たれた馬場虎貞殿と懇意であったゆえ。おう、以前板垣から聞いたことがある。九大家臣馬場虎貞、内藤虎助、山形虎清、工藤虎豊らの歓言が父の怒りを買い斬首に処されたと。
されど十数年も前の話であろう。信虎様の怒りは根深いゆえ。ははは、わしの前ではっきり申すの。そんなつもりでは。よいよい、わしは還元する貴重な家臣を切るような愚かな大将ではない。そしてそなたのように結果を示す将には形でもって返したい。父に打たれ断絶となっている馬場氏の名跡を継ぐことを許す。馬場氏の名跡を継ぐとは、当家譜代の名門馬場家の当主に影政がつくのじゃ。断ることは許さぬ。ははは、意味なの変えるぞ。わしの信の一字を与える。うむ、信房がよかろう。房の字は何故に。細かいことは流せ。以後京来氏影政は馬場信房と名を改め譜代家臣の席に列せよ。恐悦至極に存じまする。うむ、励むのじゃぞ。親方様、大井貞清の逃げた先がつかめました。どこじゃ。佐久郡の沢村とのこと。うむ、すぐにも前山城の友の貞義に大井貞清を捕らえよと早馬を向かわすのじゃ。はは、そうじゃ虎政、そなたには姉がおったな。ははい、されど姉は秋武家家臣山形重明殿に嫁いでおりますゆえ、親方様の目かけとするには。そんな年上の定めなどいるか。そうですよね。違う、その姉の子が訳あって当家を頼り落ちてきておるのじゃ。お犬、正影かですか。うむ、正影、入れ。はは、山形正影にございまする。そなたが姉の子の正影か。はい、叔父上を頼りやってまいりました。秋の国から遠路ようやってきたな。機内は荒れておりますゆえ、北の海を使い北陸から信濃に入りここまで。そうかそうか、して姉上は達者であるか。尺の無駄じゃ、後にせよ。はは、正影は馬場と同様父により断絶となっていた譜代の名門山形氏を継ぐのじゃ。たまたま姓が同じゆえ名はそのままでよかろう。正影がいきなり当家譜代家臣となっては、譜代の名門を復興させることで武田は必ず強くなる。叔父である虎政には正影の教育役を任ずる。甲斐武田家のいろはをしっかり教えるのじゃぞ。かしこまりました。よーし、またせたな板垣。皆に次なる進行先と策を伝えよ。はは、次なる攻略先はここより山を隔てた先の滋賀城となる。城主は山の内上杉と盟約を結ぶ笠原清重で、再三にわたる降伏勧告にも応じず牢城の構えを見せておる。城には神津家高田城の高田範頼の援軍500が入っており、計2000ほどとのこと。当家の先鋒隊武田信繁殿、原虎胤殿はすでに布陣を済ませ、殿の本隊の到着を待っておる状況。親方様、勘助ただいま戻りました。おお、勘助よう戻った。上杉に動きはありそうか。川越にて北条軍に大敗したことで上杉の政は平井蔵にこもりっきりの様子。ならばサクッと滋賀城を落とし佐久軍の制圧を終わらせるか。お言葉ながらこたびはその逆の手がよろしかろうかと。逆の手じゃと。はい、すでに滋賀城には上杉家臣の高田隊が入っておりまする。高田範頼の所領は西小津家の高田町。ここは信濃との街道が走る西小津家要の地。その高田範頼を見殺しにすることは避けたいはず。滋賀城を兵糧攻めにし山の内上杉の援軍を呼び込むつもりか。あの範政が派兵するとは思えんが、されど援軍を出してきたら厄介ぞ。地の利はこちらにあり、合戦となれば負けはありませぬ。勘助、そなたもしや信濃ではなく小泉家を狙えと。どちらにも動けるよう図っておくが肝要かと。小泉家の地は北条も狙っておる。むやみに侵攻しては氏康との盟約に触るぞ。勢いに乗る北条とて、あの山の内上杉を滅ぼすのには時がかかりましょう。それまでのうちに内山峠、入山峠、薄井峠を当家の支配下に置くだけでも後の備えとなりましょう。北条が小泉家を抑えるようなら我らは予定通り信濃の制圧へ向かう。されど北条が上杉攻めに手こずるようなら、援軍と称し当家が小泉家へ侵攻し領土を広げればよいのです。なるほどの。勘助、小泉家のことはそなたに任すぞ。はは、よし、明日より信濃城の囲いに向かう。上杉が援軍を派兵すれば白兵戦ともなろう。皆の衆覚悟せよ。山本勘助の策を聞き入れた武田晴信は翌日より滋賀城の囲いを開始した。およそ1万もの武田軍に囲まれた滋賀城兵は籠城策を選択。滋賀城からの援軍要請は幾度と平井城に届いてはいたが、上杉範政は一向に動く気配を見せず、2月が経過した。範政様、今朝も滋賀城に入っている高田範頼殿から援軍の要請が入っておりまする。ああ、援軍とうるさい。未だ、氏康のしつこい猛攻が頭から離れんのじゃ。トラウマですが。トラとウマ、じゃと。何を言っているのか、ようわからんが。とにかく、戦はもうしたくない。とも、されど、高田殿の城は西小津家、要の地。そのものを失っては、
柵に侵攻する武田からの脅威が増しますぞ。星派のそなたが援軍に迎えと申すか。そうです。いや、ここは小宇津家の国衆をまとめる時ですぞ。光線派の成政は援軍に反対なのね。長野殿、ここで援軍を出さねば、それこそ道家三角二衆らの離反を止められなくなるのだ。どれだけの援軍隊が編成できると思っておるのだ。半端な数で峠越えをし、武田と戦っても勝てるとは思えん。勝ち負けよりも援軍を派兵したということに意義があるのだ。負ければ今以上に威信を失うことになる。派兵せねばそれ以上に信望を失うことになるのじゃ。なら勝手にせよ、わしは降りる。ああ、美濃和城にこもっておれ。世はいかんぞ。乗政様はここを動いてはなりませぬ。当然じゃ。二度と城から出て戦などせぬ。されど誰を援軍に向かわすのじゃ。そうですな。そのお役目、金井秀景にお与えくださいませ。そなたは確か倉賀の行政の直臣。はい、主、倉賀の行政の川越での汚名を返上させていただきたく。倉賀のは汚名など残しておらん。見事に戦場で散ったのじゃ。実は野戦の10日前に北条の手勢100ほどが北院に向かっていたのです。本間からは北条は誰も来なかったと報告を受けておるが。いえ、実は来ており、我ら奇襲隊が予定通り攻めたのですが、逃げられてしまったのです。逃した恥を隠すべく、来なかったこととして処理したのが一つ目の汚名。そして、逃した北条兵は、こちらの動きを探る偵察隊であったことを見抜けなかったことで、連合軍を敗退に陥れてしまったことの汚名。仮にそうであれ、何故偵察隊と思うのじゃ。逃げた敵兵は、皆、鎧を脱ぎ捨て、身軽になり逃げていきましたが、捨てられたものの中に、刀や槍は、一本も見つからなかったのです。当家の動きを探る偵察隊であったとしか考えられません。そうであったか。今さら散った倉賀野や本間を攻めても始まらぬ。よし、金井秀景、そなたを総大将に、副将安中長重、大石元沖の隊を加えた総勢7000を自賀城の援軍隊とする。はい。当家の命運はそなたにかかっておる。吉報を待つぞ。はは、必ずや。援軍16年1547年8月、志賀城が囲まれて三月が経とうとしていた頃、ついに光月の上杉軍が動き出した。倉賀野城を立った援軍大将金井秀景は、中山道沿いの松井田の地で安中長重隊、大石元沖隊と合流すると、信濃に向け進軍。薄井峠を越え軽井沢で一旦合流し、再び西へ向け順次陣を進める。そして先鋒隊が小田原に入った頃、武田の先鋒原隊と遭遇した。金井殿、武田軍のお出迎えですぞ。思ったほど旗の数が多くないようだが。金井様、敵兵は武田の将原虎胤隊500です。たった500じゃと。敵は強撃を恐れ城の囲いを外せないのだろうが、小詰の大石隊はまだ後方ゆえ、ここは一旦布陣し。何を弱気な、小詰を待たずともここには3000おるのじゃ。敵が援軍を呼ぶ前にあの500を平らげ、春信の鼻を折ってやろうぞ。ならば今一度石膏を放ち。それを待つ間に援軍を呼ばれてしまうのじゃ。浮き足立つ敵を蹴散らすぞ。全軍かかれ。なんと挑発せずとも勝手に来てくれたか。これは助かる。弓隊構えよ。まだじゃ、ギリギリまで引きつけよ。よいな、見かけたと同時に南へ撤退じゃぞ。よし、放て。原隊は向かってくる上杉隊に弓を一度放つと、一斉に南へ撤退を開始した。ははは、もう崩れ出したぞ。あれが鬼美濃の隊なのか。よし、押しつぶしてしまえ。天海様、ぼちぼちです。ああ、いつでもよいぞ。では、行きまするぞ。裏貝を鳴らせ、のろしを上げよう。敵、側面に攻めかかるのじゃ。武田軍から鳴らされた裏貝の合図で、東の森に隠れていた板垣の部方隊、天利虎康隊、小布虎政隊ら武田主力が縦に伸びる上杉軍の側面に突っ込んだ。あ、安中様、左手です。東の林から武田軍と思われる隊が迫ってきておりまする。クソ、だから石膏を放つべきと申したのだ。急ぎ東の新手に当たるぞ。布陣を変えるよう伝えよ。はは、へへ、今さら陣形を変えるなんて手遅れよ。おじ上、お先に。こら、まさかげ、後方で見ておれと申したであろうが。うん、貝の今かもんが、うん。貝を知らぬ者が抜かすな。はあ、はあ。天海様の音としては、息も上がりましょう。ここは、若者にお任せくだされ。うん、まだ、54じゃ。老人扱いするでない。か、金井様、大変です。後方の隊が、武田の側面奇襲を受けておりまする。なんじゃと、一旦進軍を止めるぞ。後続の安中様の本隊が敵に崩され、壊滅寸前と。まずい、すぐに救援に向かう。来た道を戻るぞ。
田の策に気づいた金井秀影であったが、混乱に陥った上杉軍を立て直す猶予は残されていなかった。安中様、三陣まで突破されました。もう限界です。金井のやつ、こう焦るからこうなるんじゃ。バタタイだけでも撤退する。すぐにも皆に伝えよ。はは。金井様、あれは撤退のホラガイ。安中様の隊が撤退を開始したかと。わしが総大将よ、勝手に撤退を指示しよう。されど敵に囲まれては逃げ道を失いまする。分かっておる。我らも撤退とする。全軍北に向かい、大石隊の陣まで逃げよう。こうして関東艦で上杉範政の派兵した志賀城救援の隊は、小田原の地で武田軍の迎撃に遭い壊滅。この合戦での上杉軍の犠牲は2000とも3000とも伝わっている。その後間もなくして志賀城も落城となり、城主笠原清重と援軍として入っていた高田範頼は共に討ち取られた。こうして川越与戦に続き、小田原の戦いでも負けた関東艦で山内上杉範政の威信はいよいよ失われようとしていたが、しかしここで北条方にも秘宝が走る。病床に伏していた江戸城主の一人、大田助隆がこの世を去ったのだ。そしてその2ヶ月後の天文16年1547年10月、同族の岩槻城主大田助明も相次いで亡くなってしまった。大田助隆は北条氏綱の娘との間に生まれた次男大田康介が家督を継いだが、大田助明には男子がおらず、後継者不在のまま病死してしまったため、岩槻城に衝撃が走った。その知らせに敏感に反応したのが、松山城を取り返した助明の弟、大田助政であった。助政は松山城に上田友直を残し、共回りの者を引き連れ、混乱する岩槻城に入ると、強引に岩槻大竹の家督を継承、旧扇勝勢力として城を奪ってしまったのだ。その知らせは、すぐにも小田原城の北条氏康に届けられた。やるな、大田助政。兄上、武蔵の大竹に異変が起きたと。ああ、今朝方、江戸城の北条綱高から届いた文じゃ。これを放置しては、扇ヶ谷中杉が誠に復興してしまいまするぞ。そうさせないためにも、京の都に働きかけておるが、三好長慶や細川晴元らが京で暴れておるようで、話が一向に進展せんのだ。ならば、以下の件も。ああ、十五位下を得るには、幾度と上洛もせねばならんのだが、機内の状況だけでなく、文にもあるように、関東の状況が悪化したゆえ動けなくなった。いかにするので？官位、官職を得て、後、古学坊を封印。兵を動かすのは、その後と考えていたが、そうも言っておられんくなった。挙兵にございますな。本意ではないが、やむを得ない。武田晴信殿が、信濃にて、関東管領軍を撃破したこともあり、山内上杉が沈黙しているうちに、松山城と岩槻城を落とす。よっしゃ。氏高、最近、綱重に似てきたぞ。気をつけよ。そんなつもりは。吉政。明後日、小田原を立ち、鎌倉に向かう。鶴岡八幡宮で戦勝祈願を済ませ、後、玉縄城に入るゆえ、相模の城将に玉縄に入っておくよう伝えよう。かしこまりました。小太郎。ここだ。この文を、川越城のおじ上に届けてもらいたい。御意。ついでにもう一つ、古学坊の動きも調べてきてほしい。御意。森秀。ここに。そなたは、小田原城の留守居を頼む。あまり知られてはおらぬが、昨年暮れに、近江、坂本の御座所にて、将軍、吉春様から、嫡男、吉藤様に、将軍職が譲られた。今日の御所ではなく、坂本の地でとは、なんとも、おいかわしい限り。ああ、いよいよ、将軍の力も限界に達しようが、されど、当家は、残されたその力を頼るぞ。わしが不在の間、なんら、坂本から頼りが入れば、わしに相談せず、名代である、そなたの判断で、ことを進めよ。はは。北条氏康は、太田助政による岩槻城奪還、そして岩槻大竹の家督を継承したことを知り、朝廷への働きかけを継続しつつも、旧扇ヶ谷の鎮圧に動き出した。天文16年1547年11月、玉縄城に入った氏康はすぐにも軍議を開いた。よ、綱重。おい、まだ戦場ではないぞ。これ見よがしに赤布を巻くなよ。かっこいいだろう、赤備え隊だぞ。うっせえ、俺だって戦で活躍すれば色がもらえるのだ。こたびは合戦となろう。武功を得て、ついでに色も売るのじゃぞ。うまいこと言ったつもりかよ。綱重、始める、席につけ。ほい。まずはじめに、江戸城にて病で散った、大田助隆の家督を継いだ、安助を皆に紹介する。安助、前へ。母、父、助隆に代わり、江戸大竹を相続しました、大田安助にございます。皆様、よろしゅうお願いいたします。知っての通り、安助は、わしの妹の子、つまり、甥にあたる。よって、画角は北条一門と同格。安助には、父、助隆に代わり、江戸城代としてしっかり務めるのじゃぞ。はは。よし、軍議に入る。よっしゃ、俺が先鋒な。バカ野郎、先鋒は赤備え隊と決まっておる。おい、綱高、俺に色を与えてやりたいと思っておろうが。
ここは黙って俺に先鋒をやらせろ。どちらも先鋒ではない。なんだと。当家に下った者らの忠誠心を試すのですな。そうだ、山の内上杉から当家への鞍替えに前向きな御師匠の成田長安、阿入城の木戸則実を先鋒とする。成田隊は松山城、そして木戸隊は岩槻城だ。当家の隊も二手に分ける。わしを大将に副将北条氏高、中堅北条綱重羽賀氏高とする。相模州八千は川越城に入り、御師匠の成田隊の動きを確認し、後松山城の囲いに向かう。一方の岩槻城攻めの大将は江戸城代太田康介だ。おじ上、さすがに大将は荷が重たく存じまする。そなたは最後まで忠義を貫いた太田助隆の子、そして北条一門でもある。綱隆様を差し置いて案ずるな。綱隆を軍艦とさせ康介を支えさせる。綱隆頼むぞ。ははよいか。岩槻城の敵将はそなたの同族太田助政だ。大将が康介であることが城に伝われば、守兵らの心は必ず揺れる。城にこもらず打って出てきた時は、岩槻の地は助政の庭だ。奇襲は想定せねばならん。軍艦の綱高、副将為元忠、笠原信為らに軍を任せておけば大丈夫だ。ははよいな。扇ヶ谷通江杉家臣の太田家はもう存在しない。今あるのは小田原北条家の直臣である太田宗家、その主が康介、そなたであることを世に知らしめる戦なのだ。わかったな。はは、太田宗家の名に恥じぬよう戦ってまいります。うむ、岩槻城攻めは江戸州小机州を主力とする6000とする。荒川を渡った先の蕨城を合流地とし、羽生城の木戸隊と密に連絡を取り、岩槻城を囲むのだ。もし木戸のりざねが兵をよこさぬ時は、先にも申したが、こたびの狙いは山の内上杉三角二州らの切り崩しも兼ねておる。木戸が参陣するまでは城攻めせず、粘り強く木戸へ出陣要請の使者を送れ。かしこまった。氏高、は、兄上。すぐにも御師匠の成田長安、羽生城の木戸のりざねに先鋒の下地を指示せよ。はは、川越城と蕨城への参集日は10日後とする。地産は許さぬ。よいな。北条氏康の号令で北条主力は動き出した。三州地である川越城と蕨城に入った北条軍は両軍合わせて15000は超え、その動きは間もなくして松山城主上田友直の耳にも入った。何、川越に続々と北条兵が集まっておるじゃと。あ、噂では北条氏康自らが軍を指揮しており、数は5000を優に超えるかと。氏康が川越城に入るとなると、狙いはこの松山城。間違いないかと。急ぎの伝令申せ。はっ、武蔵御師匠の成田長安が率いる1500が荒川を渡り大福寺に着陣。明日にはここにやってくると思われまする。やはり成田は北条に寝返っておったか。北条の使者が参り、この書状を上田様にと。北条からの書状か。松山城の上田友直殿、それがし北条氏康が叔父北条玄庵と申す者。こたびの松山城並びに岩槻城をせしめた件、扇ヶ谷通江杉家の再興を成したいがゆえのことでありましょうが、されど気を間違えては上田友直殿や太田助政殿といった残された扇ヶ谷直臣の将を失うことになり、未来永劫再興を成すことはかなわぬことになりましょう。先に伝えておきます。今月末までにも当家主力が松山城並びに岩槻城を同時に攻めます。狙いは上田友直殿と太田助政殿のお印。見識ある上田殿であれば、それがしが何を伝えたいのかわかりますよね。気を間違えては扇ヶ谷通江杉の再興は未来永劫をかなわぬと申すか。さすが宗瑞の子にして北条の軍師と謳われた御仁。返答はいかにつまらぬ意地を張る時でもなかろう。領土の安堵並びに扇ヶ谷通江杉家再興の道筋を北条が示すと申すなら、北条に下ると返答せよ。それでは納得せぬ将も現れまするぞ。わしに従えぬ者は城から出て行ってもらうしかない。これは上田家のため、そして扇ヶ谷通江杉家のためなのじゃ。急ぎ北条へ返答せよ。はは。北条玄庵の調略により上田友直はあっさりと北条に降伏する旨の返答を出した。その知らせは川越城に入った北条氏康に届けられた。当家参加として扇ヶ谷通江杉家を再興したいと。ははは、おじ上も考えましたな。再興についてはのらりくらりと対応していけばよろしいかと。そうですな、人質を出すことで上田友直の領土安堵も許すとしよう。されど松山城代に当家の者を入れることを条件とする。誰をと。駿河を追われた羽賀氏高だ。なるほど、良きご判断かと。氏高、はい。以後そなたを松山城代に任ずる。この先松山城は山の内攻めの拠点となる城、しっかり守備を頼むぞ。はい、心得ました。おじ上、では上田殿への返答を頼みまする。そして岩槻城の囲みに参陣することも。承知しました。殿、先鋒隊の王佐成田長安様がお越しです。おう、すぐに通せ。は、
お初にお目にかかります。お師匠主、成田長安にございます。先方の務め、大儀であった。はは。藤原氏の流れを引く、名門の成田殿が、味方となり、氏康、誠心強いぞ。もったいないお言葉。以後、北条家のため、氏康様のため、忠義の心で邁進する所存。よう申した。これは、上田智直が、当家に下る旨の書状じゃ。読んでみよ。お、血が流れずに済んだのですが。成田隊のおかげぞ。な、何もしておりませぬ。謙遜するでない。して、羽生城の木戸、範実だが、未だ城を立っておらぬと、石膏から聞いたが、何か知っておるか。あの者は、大の戦嫌いで有名。川越の囲みの際も出陣を拒否しておりましたから。されど、北条と敵対する意志はなかろうかと。木戸の出陣を待っていては、岩槻城を落とすのに時がかかる。すまぬが、上田殿の隊と共に岩槻城の囲みに向かってもらえぬか。喜んで、そのお役目つかまつりまする。頼んだ。よし、東隊の務めはここまでじゃ。岩槻城、陥落の知らせが入るまで、川越城で待機とする。ちょっと待て、氏康。ここで待機では、俺様の武功が稼げんではないか。戦とならずに城が得られたのだ。これに勝るものはないぞ。戦になってもらわねば困るんだよ。なあ、俺も成田隊と共に岩槻城に向かわせてくれ。ダメだ。なんでだよ。綱高の指示を無視し、城に攻め込むのが見えておる。そんなことは絶対しない。指示を守るからな。頼むよ。絶対守れよ。ああ、絶対守る。ならば、そなたの隊は成田隊、上田隊と共に岩槻城に向かえ。やったぜ、氏康、愛してるぜ。キモ。こうして上田智直の降伏は認められ、松山城は再び北条型となった。その翌日にも上田智直、成田長安、北条綱重の隊は岩槻城へ向け出陣。その岩槻城では太田助政が籠城を続けていた。なんだと、上田殿が北条に降伏したじゃと。大きな合戦もなく降伏したと、石膏からの知らせ。とんだ臆病者じゃ。いい、急ぎの知らせ。なんじゃ。西より成田長安隊、北条綱重隊、そして上田殿様の隊がこちらに向かってきております。降伏した上田殿もおると申すか。はい、間違いございません。数はざっと3000はおります。る、くそ、多いな。どこまで来ておる。夕刻までには深作に入るのではと。すでに南武蔵の北条州6000に城は囲まれておりまする。そこに3000が加わるとなると、ああ、長くは持たんでやろう。どうせ死ぬなら北条に下った上田隊に人たち浴びせねばな。奇襲をと。そうじゃ、新軍疲れの上田隊に夜襲する。綾瀬川西の深作村で野営しておろう。そこを狙うぞ。ではその旨指示しておきまする。急げ。はは。日が暮れた頃、太田助政は裏切った上田智直と差し違える覚悟で、敵の囲いがない北門から打って出ると、一里西の深作の地に向け進軍。北から迂回するように川を渡り、野営する上田隊の陣を確認した助政は突撃の号令を発した。死を恐れるでない。憎き北条に下った上田智直を討ち取るのじゃ。かかれ。綱重様、北より野州です。何、もしや上田か成田の隊か。いえ、太田の旗差し、あれは太田助政の隊かと。ははは、俺様の策に引っかかったな。太田助政、上田殿の馬印めがけ突っ込んできたんだろうが、ここは俺様の陣。玄安様の策ですが。うるさい。よっしゃ、太田助政の首を取り武功を挙げる。者ども応戦だ。太田助政を攻めた陣は、あろうことか野州を警戒していた北条綱重の陣であった。勇猛果敢な綱重隊の応戦に、数で劣勢な太田隊は徐々に押され始めた。おりゃ、犬。助政が来てるんだろ。どこだ。知らねえ。早く言え。知らねえって言ってるだろ。探せ、太田助政を見つけるのだ。助政様、大変です。ここは北条綱重の陣です。なんじゃと、上田の馬印に騙されたか。敵は野州に備えていたようで、押されております。このままでは犬死にとなってしまいまする。確かにそうじゃな。者どもを撤退する。岩槻城まで逃げるぞ。綱重様、敵が撤退していきまする。城まで追いかけたいところだが、それをやると古本オタクに怒られるでな。追い打ちはせぬでよい。陣に引き上げよ。成長なされましたが。こうして太田助政の野襲は失敗した。なんとか城に帰還した助政は、城を固く閉じ、再び籠城の姿勢を示した。城は9000もの北条軍に囲まれたまま、時は過ぎ、年を超えた天文17年1月、いよいよ北条軍に動きが起きる。なあ、綱高、もういいだろう。敵の兵糧も底をついた頃、一気に城を攻め落とそうぜ。ああ、分かってはいる。されど、なんだ。私が止めているのです。安助、そなたは戦の経験が少ない。勝機の測り方が分からぬだけだ。違う、安助殿にとって太田助政は同族。出来得る限り殺めたくはないのだ。ぬくいこと言ってんじゃねえよ。同族同士で切り合うこの戦乱の世に、そんな綺麗事は通じぬ。ここは拙者に託していただけないであろうか。上田殿、もしや使者として岩槻城に入るとでも。はい、
私から助政に投降に応じるよう頼んでみましょう。そう言って当家から逃げようって魂胆なんだろ。それならばいくらでも逃げる気はございました。総大将である拙者からも頼みたい。なんとか助政を説得していただけぬか。はは、この上田友直、生きて帰れぬことを覚悟し、太田助政の調略の役目しかと務めまする。頼みました。この翌日、北条方の使者として上田友直が岩槻城に向かった。助政様、北条の使者が守門までやってきており、交渉の場を求めておりまするが。会わぬ、追い返せ。それよりも里見義高め、まだ動かぬか。使者は上田様にございまするが。上田友直と申すか。はい。うむ、逆前通せ。いつでも撃てるよう甲の者を隣室へ忍ばせてもおけ。はは、これは裏切り者の上田殿ではございませんか。ここへ何用に。決まっておろう、そなたを解き伏せに参った。最高早々に、ようもそんな言葉が発せられますな。わしは無防備じゃ。そんな相手に刀を抜くとは愚小の行いぞ。扇ヶ谷最高を諦め、北条と戦いもせず投降したそなたに言われたくはない。諦めてはおらぬ。嘘を申せ、命が惜しくなっただけであろうが。これを読むんじゃ。これは北条の頭脳と謳われる玄庵宗哲和尚の文ぞ。扇ヶ谷通江杉の最高を北条は許すと申すのか。ああ、そうじゃ。しかし気を焦っては全て水の泡とかす。この北条方の囲いを見てみよ。一万はおろう。これでも武蔵の主力のみじゃ。相模や出雲含めれば三万は超える兵を動員できる。それに甲斐、武田、下総の千原の援軍を得れば五万や六万にもなるのじゃ。そんな相手に城を得たからと焦って扇ヶ谷再興を進めては一瞬にしてもみ消されてしまう。玄庵は策士と聞く。わしはこんな書状には騙されんぞ。現にわしは領土を安堵されておる。そしてこうして生きてもおる。歯向かわず降伏したからであろう。わしはすでに野衆を仕掛けたのだ。これは北条氏康様から預かってきた書状。氏康からじゃと。まあ読め。岩槻大竹当主太田助政殿、小田原北条家当主北条氏康じゃ。この書状を読んでいるということは、上田殿とは無事会っているのであろう。すでに上田殿から聞いておろうが、扇ヶ谷通江杉の最高の剣、当家に抗わぬ家として誓うのであらば、最高の道を与えてやってもよいと考えておる。そなたの城を囲む軍の大将は、太田康介。助隆の後を継いだ太田宗家の当主ぞ。これ以上、太田家と戦うは本意でない。刀を収め、当家に従うのじゃ。さすれば、領土は安堵とする。この文書が、それを称するものと捉えよ。これ以上、岩月の地に血が流れることを望む。氏康は、わしを殺す気はないと。ああ、そなたの兄は、氏康様に、委託信用された。この城にこもる守兵らも、元は助明の家臣。皆が、皆、北条を敵視しておる者ばかりではなかろう。それを申すな。北条を嫌う気持ちは、すぐには消えまい。されど、丹慮に動いては、そなたと、そして、そなたに従う家臣らの命は、皆、失ってしまう。扇ヶ谷通江杉再興を、その目で確かめることもな。わかった。恥を忍び北条に下ろう。よくぞ決心した。善は急げじゃ。すぐにも開城し氏康様のところへ参るぞ。すぐにか。ああ、こういったことは早い方がいい。氏康様は川越城におられる。我らの隊と共に向かうぞ。わかった。上田友直による降伏交渉は成功し、太田助政もまた北条に下った。ここに旧扇ヶ谷通江杉の抵抗勢力は姿を消すこととなった。城を解放し川越城に向かった太田助政は、翌日にも北条氏康に謁見した。待っておったぞ助政。はは、幾度と抵抗したそれがしに対し、寛大な対応を下さり感謝の言葉しかございません。うむ、山の内上杉を葬った暁には扇ヶ谷通江杉再興の件進めてまいろうぞ。そのお言葉を氏康様の口から聞けるとは思いませんでした。はは、この助政、以後は北条家の一兵卒として忠義に励んでまいりまする。よう申したぞ。人質は出してもらうことになるが、そなたの所領は安堵とする。以後は山の内上杉攻略のため、上田殿と共に北武蔵や小宇津家の国衆らの調略を頼むぞ。はは、お任せくださいませ。うむ、さあて何色かな。何のことだ。何のことだはねえだろ。太田助政を降伏させたは野衆を察知し、迎撃した俺様の武功あってのもの。あの野衆撃退は降伏を呼び寄せたのだな。そうだろ助政。まあ確かに家臣らの戦意喪失を招いたは否めませぬ。ほらあ、な、助政もこう言っている。あの時追い打ちをしていたら助政の首だけがここにあったのだ。それを思い止まったことで、こうやって味方となった助政がおる。ち、へりくつを覚えやがって。何色がいい。俺に合った色なら何でもいいぞ。んじゃ桃色な。嫌だ、同じ色ではないか。んじゃ灰色だ。嫌だ、地味すぎる。しかもためたいとの区別がつきにくい。何でも良いと申したであろうが、俺に合った色でなきゃダメだ。面倒なやつだな。ならば磁気八幡にあやかり磁気とする黄色を与えてはどうです。磁気八幡傷ないか。悪くねえ。じゃ綱重は黄色な。やったぜ、どけどけ、磁気八幡様のお通りだ。全く面倒なやつだ。以後は
北条五色備えの重さを感じることとなりましょう。そうなればよいのだが。それよりも古賀御所に動きが。もしや。はい、近江坂本御所の将軍足利義藤様にも働きかけたと。くそ。川越与戦で敗退した古賀久保足利春氏は北条との敵対姿勢を解き、幾度と和睦を促す校内書を送っていたが、氏康は全て無視し続けていた。それに焦った春氏は13歳になった長男佐知王丸を元服させ、将軍足利義藤から一字をもらい、足利不自由寺と名付け、正式な嫡男とさせた。北条の血が流れる次男梅中央丸に久保の座を渡さないためのせめてもの抵抗であった。うむうむ、似合っておるぞ藤氏。そうでしょうか。そなたの名は将軍足利義藤様の一字をいただいておる。すなわち次の古賀久保となる証じゃ。以後は御所に入り、わしの背を見てしっかり学ぶのじゃぞ。はい父上。久保様。おう春助、そなたの老いが元服したぞ。いずれは久保じゃ、おじとして藤氏を支えてやってくれよ。はは。ところでそなたの父高助を最近見かけんが、関宿にこもっておるのか。はい、今年に入り体調が優れず、それがしが名代として働いております。そうか、高助も50をとっくに超えておるでな。されどまだまだ長生きしてもらわねばならん。しっかり養生し回復したならば御所勤めに復帰せよと伝えておいてくれ。はは、そのお言葉を聞けば父も元気が出ましょう。して久保様、北武蔵の情勢ですが。ああ、北条の話か。はい、今年に入り岩槻城の大田助政殿が北条に降伏。あの大田助政までもが北条に下ったじゃと。はい、これにて旧大見ヶ谷の重臣は全て消えたことに。またも北条の力は増したということか。あとは山の内上杉がどの程度踏ん張れるか頼りないが、今は上杉のりまさにかけるほかない。藤氏の元服、そして嫡子にさせたことは氏康を怒らすことにもなろう。梅地四王丸が北条に奪われぬようしっかり見張っておけよ。はは。日立小田城より急ぎの知らせ。お宝じゃと。はっ。つい先日小田正春様がご逝去なされたともよし、家督は次男氏春様が継がれる動きとのこと。こんな時に生きよって、すぐにも上位の文を記す筆と硯を用意せよ。はは。急ぎ行われた足利不自由寺元服の知らせは関東中に知れ渡った。しかし北条氏康の顔色を伺ってか、古賀御所に挨拶に訪れる大名国衆は限られていた。それから半年が過ぎた天文17年10月、西高漬で新たな動きが起きる。勘助殿、見えてきました。あれが国峰城です。行綱殿、案内助かりましたぞ。国峰城の尾端は山の内上杉不代の家柄、城に入ったら最後生きて出られぬやもしれませぬぞ。こんな身分低き老いぼれ老将を打ったとて何の功績にもなるまいて。それよりこの働きがなせれば、まこと小さ方軍の奪還に武田軍は動いていただけるのですが。塩尻峠にて信濃守護小笠原長時軍に勝利したことは存じておろう。これで村上義清の動きを封じることができた。されど武田方も先の上田原での合戦で宿老板垣信方様、あまり虎安様を失ったと聞くではありませんか。村上軍は手強いですぞ。その村上との決戦に備えるためにもこの西小津の地を押さえておく必要があるのじゃ。ほれ行きますぞ。ああ殿、信濃の浪人真田幸綱と申す者が殿に会いたいと。真田。おお、小さ方軍を追われ父を頼ってきた者か。よし会おう。はは。久しぶりじゃのう、おばたのりしげじゃ。はは、のりしげ様、並びにおばた秋高様には大変お世話になりました。もう7年も前のことかの。ええ、月日が経つのは早いものです。その顔からするに小さ方の奪還は今だといったところじゃが。村上義清が思いのほか強くて。ああ、以前村上軍と戦ったこともあるが、わしの親類も数名村上軍に撃たれた。村上義清を恨んでおられるのですな。恨んではおるが、されど武田と敵対する当家は今村上義清と盟約を交わしておる。仮に当家に村上攻めの援軍を要請したとしてもかなわぬことぞ。当家へ願えれば村上義清と戦えまするぞ。なんじゃこの汚いじじいは。拙者武田晴信が家臣山本勘助と申す者。だ、武田の者じゃと。のりしげ殿、刀を収めてくださいませ。おばたけの内情はよく存じておりまする。そなたの父秋高殿や舅の長野成政殿と意見が合わず対立していると聞くではありませんか。なぜそこまで。それがしの情報網を侮ってもらっては困りまするぞ。これをご覧くだされ。これはあんな中城主、あんな金ヶ重の妾、
御岳城主、阿保全流のそばめ、そして、こともあろうことか、上杉の今さの次女にまで手を出しておりますが。違うのじゃ、手を出したのではなくじゃな。他にもありまする。こちらは。わあわあわかった。勘助とやら、何が言いたい。先ほども申しました通り、当家に寝返る気はございませんか。武田にじゃと。そうです。すでに、国境の薄い峠、入山峠、内山峠は、当家がすべて押さえておりまする。そして、松井田館と高田城も、当家に従うとの聖旨を得てもおりまする。もしや、武田は城主を狙っておると申すのか。村上が固いと判断したならば、親方様の目は、北信濃ではなく、小渕家に注がれることになりましょう。西から武田、南からは北条と。今の山の内上杉に、両家の強撃を受け、抗うことができると思いますか。北条だけでも、苦しいところに、武田が来ては、半年ともつまい。北条は、扇ヶ谷の求心打を手なずけたと聞きます。お師匠の成田殿は、川越の決戦以前から北条に下っていたとも聞く。この先、山の内家臣らも次々に離れ出していきましょう。それに乗り遅れてはなりませんぞ。わしは主ではない。わし一人が騒いだところで何も始まらぬ。父は死んでも山の内を裏切らぬであろう。父を追放するのです。そして森重殿が小畑家をお継ぎになればよろしい。できるであろうか。やらねば小畑家は滅亡の道しか残されておりませんぞ。この乱世、貪欲復活したたかでなければ生き残れません。上杉の今さの事情を手駒としたは、まさに、貪欲かつしたたかな個人である証。声がでかい。主、武田晴信は、森重殿の誠意を心待ちにしております。それでは、これにて、共に村上義清を倒す日を楽しみにしておるぞ。ああ。上杉のりまさの手腕では、山の内上杉に先はないと考えていた、小畑森重は、武田の調略に乗り、反旗を覆し、挙兵した。その知らせは、すぐにも平井城の小畑秋高に届けられた。なんじゃと、せがれが国峰城を乗っ取り挙兵したじゃと。はい。範重に従う兵は続々と増え、500は超えております。狙いは、この平井城のようで、数が整い次第向かってくるのではと。バカ者めが。大方殿、知りだぞ。範重殿も思い切ったこと。北条か武田の口車に乗せられたのであろう。阿保殿、すまぬが、金井秀金殿の倉賀の衆らと共に、鎮圧に向かってもらえぬか。承知ぞ。されど範重殿の身の保証はできませぬぞ。是非もない。晒しくりとなろうが、致し方なきこと。ならば行ってまいる。うむ。このこと、範政様には何と。まだ伝えてはならぬ。すべてが片付いてからじゃ。はは。小畑秋高は、息子の挙兵を鎮圧するべく、御岳城の阿保全流隊、倉賀城の金井秀影隊を向かわせた。両軍は、古いの地にて対峙するも、兵陣を交えることなく、小畑範重は撤退し、阿保隊、金井隊も撤退したことで、大きな合戦とはならなかった。しかし、この小畑範重の謀反で、上杉の居城、平井城から、わずか三里の地に敵城ができたことになった。時を同じくして、越後では。おい、春影殿、弟に家督を譲ったとは誠か。あんばって。ふざけるでない。影虎に家督を譲ったのは何故かと聞いておる。耳が悪くなり、よう聞こえんのじゃ。嘘を申せ。落ち着いてくだされ、正影殿。殿の耳が遠くなったのは誠のこと。春影殿には猿千代君という立派な男がおったであろう。昨年病にて亡くなられた。そうであったか。されどではない。正影。これは定実様。長尾春影から影虎へ三条長尾家の家督を譲らすよう命じたのは余なのじゃ。定実様が命じたと。それでも上田長尾家は不服と申すのであるか。いえ、越後守護、上杉定実様からのご下知でした。従います。うむ、両家手を取り合い、越後の国を頼むぞ。はは。お、影虎殿、以後は越後の守護代として、しっかり励んでくれよ。光月の守護、上杉の利政殿からは、北条や武田が勢力を伸ばしてきており、苦しい状況だとも聞く。いざとなれば、光月に援軍に向かっていただくこともあろう。気なき戦でなければ、どこにも動きませぬ。本庄、まことこれでよかったのか。はい。影虎様は戦場でのみ軍神のごとき力を発揮なされます。祭りごとのことは拙者や直江にお任せくださいませ。頼むぞ。はは。長尾春影は影虎を養子とした上で家督を譲って隠居した。こうして上杉謙信の前身長尾影虎は若干19の若さで三条長尾家を相続し、越後守護代春日山城主となった。年が変わった天文18年、1549年、春にかけて、またしても山の内上杉三家豪族の離反が相次いだ。有力なところで言えば、
秩父軍一帯を領する花園城主藤田重利、上杉範政と同族の深谷城主上杉範方。この調略の成功により北条氏康はついに神津家と隣接する地まで勢力を広げることになったのだ。藤田重利の離反を聞きすぐにも動いたのが御嶽城主阿保善隆であった。善隆は挙兵すると南に進軍し、藤田領の市場の一つ高松城を攻めた。それを聞いた藤田重利は慌てて川越城に援軍要請の使者を放ち、要請を受けた北条玄庵はすぐにも諸将を松山城へ集めた。アホが動いたじゃと。アホではない、アボじゃ。ざれ言です。それより玄庵殿、アボ善隆は公のもの、それに秩父の地をよく知ってもおります。なるほど。されど小田原からの指示を待っていては藤田殿を助けることはできません。隊を二手に分け、すぐにも援軍を向かわせます。まず本隊は大道寺重沖殿を対象に、先方太田助政殿、中堅上田友直とする総勢3000、別動隊の大将は北条時長とし、先方成田長安殿、中堅に羽賀氏高殿の4000。本隊は秩父に抜ける街道を西に進み、日本木峠を越え高松城へ向かいます。そして別動隊はお前田の地にて合流し、手薄な御嶽城を囲んでください。父上、大将の任は羽賀殿に与えてやってくださいませ。時長、そなたは北条お家衆であり私のせがれなのですよ。自信を持って戦に臨んできなさい。されど御嶽城は難攻不落と聞きます。拙者のようなものに落とせるでしょうか。案ずるでない。さあ皆さん出陣の支度に入ってください。こうして早急に集められた援軍7000は二手に分かれ進軍。北条本隊が松山城近くに入った時には城は阿保隊により囲まれ陥落寸前であった。善隆様、北条の援軍が川の対岸に現れました。何、もう来たじゃと。はい、先方は太田助政の隊と見られ続々と布陣しており、数千に膨らむのではと。急ぎ伝令。今度はどうした。御嶽城よりのろしが上がっております。北条の隊が城に迫っているのではと。やられた。川向こうの隊は陽動じゃ。本命は我が城御嶽城ぞ。急ぎ囲みを解き城へ撤退せよ。なんじゃ、我らを見た途端に撤退を始めたぞ。別動隊の動きが御嶽城から届いたのであろう。なるほど、今は血を流す時ではないといったところか。いかにも。一方北条別動隊は西本城付近まで進軍していた。時長様、高松城を囲む阿保善隆が御嶽城に撤退しております。城に戻ってくるのか。父の申しておったのはこのことか。こたびは藤田殿をお助けするが務めです。うむ、今宵はここで野営とし、明日御嶽城に戻った阿保善隆に動きがなければ所領に帰還とするぞ。こうして援軍要請に応えた北条軍によって藤田重利の松山城は落城を免れた。その知らせを受けた平井城では、秋高、これはどういうことじゃ。阿保善隆が独断で行ったことに。違う、秩父の藤田に縁者の乗り方までもが北条に鞍替えしたと書いておろうに。それ以外にも金山城の由良は当家を毛嫌いしており、赤石城の名はや総社城の長尾に、美濃羽城の長村も一向に出資してこぬ。今当家に従っておる国衆はどれだけおるのじゃ。そう、それはですが、越後よりの伝令。越後がなんじゃ。はっ、越後守護上杉貞真様が病に倒れ出家なされたとのよし。マジか。残した夜先は越後の貞真殿と思っておったが、上杉貞真様には確かお世継ぎがいないはず。ここは範政様のお子越後上杉家のお有志とさせ、唯一の実子辰馬鎌を越後へ差し出せと申すか。はい、殿は26になられたばかり。まだまだこの子は生まれましょうぞ。長男であり嫡子と定めた我が子を越後に渡してなるものか。辰馬鎌里にはまだどうもいかぬ子、仮に越後に送ったとして、くらぬと言っておろうが。されど世継ぎが定まらぬ中、上杉貞真様が亡くなられてしまうとなると、ああ、越後は荒れるぞ。じゃが今は越後の心配よりも先に小宇家じゃ。秋高、すぐにも小宇家や北武蔵の豪族らに良い従う旨の決藩状を出させよ。え、決藩状をと。ああ、すぐにじゃ。はは。深刻な上杉離れの状況に上杉範政は焦っていた。そして年が変わった天文19年1550年2月、範政の頼みの綱であった越後守護上杉貞真が病で亡くなった。守護不在となった越後を何とかしようと動いたのが室町幕府第13代将軍足利義藤であった。義藤は守護代の長尾景虎に守護を代行するよう命じ、ここに越後守護長尾景虎が誕生した。しかし
このことに不服な豪族は多く、越後が再び戦乱と化すのが見えていた。その頃、小田原城の北条氏康は新たな問題に直面していた。殿、朝廷からの返答はまだに。ああ、今日は相当混乱しておるのであろう。わし自ら向かわねばならんやもな。それも危険にございまする。名代のそれがしが向かいまするゆえ。いや、わし自らでなければ進まぬし、時をかけてもおれん。父上、上洛の折には拙者も音もつかまつりまする。そなたは嫡男ぞ。わしに何かあった時はそなたがこの家を守らねばならぬ身、連れて行くわけにはまいらぬ。兄上は留守を頼みまする。トトさんのお供はこの松千代が。そなたの武術では父を守れぬ。そんなことはない。松千代、気持ちはありがたいぞ。じゃが、そなたはまず箸の持ち方からじゃ。機内に出向いてあのような箸の扱いをしてみよ。北条家はどんな田舎者と笑われてしまうぞ。うん、母上。ちょいと言い過ぎたか。シンクロ、そなたは元服の日が迫っておる。今は小田原にて武士の作法をしっかり学ぶのだぞ。はは。殿、三河で動きがありました。ほう、久々に三河の名を聞いたぞ。申してみよ。は。三河平定を狙う、とうとう三駿河の今川義元と尾張の織田信秀が西三河安庄の地にて激突。戦を優勢に進めた今川勢が安庄城を陥落させ、城主織田信広を捕縛。敗退した織田勢は三河から撤退。これで今川方が三河全域を抑えたことと。やりおるの。街道一の弓取りとの異名がつくのもうなずける。まあ参謀大元節斎のおかげであろうがな。その捕らえた織田信広は確か信秀の長子であろう。どうなったのじゃ。どうも織田方の人質となっていた安庄松平家の忘れ形見竹千代と人質交換となり織田方に返されたと。竹千代といえば昨年亡くなった松平家当主広忠の子であったな。はい。西三河に根強い松平衆を従わせるためにも竹千代は価値ある人質といったところか。越後に動きが。今度は越後か。申せ。は、昨年亡くなった越後守護上杉定実に代わり、越後守護代の長尾景虎が守護の座についたとのよし。守護代から守護か。こういったものが誠手強いのじゃ。うむ、知らせたいぎ。は。氏康様、武蔵の各地より喫緊の知らせ。今度は武蔵か。世話しないの。川越の戦後、当家に下った地の百姓らが村を移住する騒ぎを起こしておりまする。くそ、やはり守らなかったか。四公六民ですが。ああ、おそらくは北武蔵の百姓らが年貢率の違いを知り村を捨て出したのであろう。今後北武蔵は山の内攻めの拠点ともなる地。そこで百姓流出や一揆が起きては戦どころではない。やむを得ん、特性を敷くぞ。と、特性をと、どのような。まず、百姓の流出する軍の減税を行う。民に配給する兵糧は、当家の備蓄から放出せよ。次に、四公六民の税制を徹底させる。漁師は、夏より、米やわらは、秋の収穫より徹底させよ。はは。されど、軍代や領主が納得するでしょうや。納得してもらうしかない。代わりに、当家に貸しのある債務は、すべて破棄とする。では、そのように。あと、現地と税収の管理も徹底させる。伊豆は、韮山城、相模は西尾小田原城、東尾玉縄城、武蔵は西尾川越城、東尾江戸城とし、小田原方式を各地でも徹底させるよう奉行らを派遣させよ。これがその取説だ。このように全城主へ触れを出せ。かしこまりました。森秀、時ができましたな。ああ、小宇津進行は数年は先となろう。この間に朝廷工作に取りかかる。小田原のこと頼んだぞ。はは、宇治康御所に動きか。いや、関宿城の柳田隆助が既得だ。そうか、よし、例の件頼むぞ。よい。北武蔵を中心に発生した農民の反乱に氏康は特性を敷く策で対応した。その効果が現れるのに時がかかると踏んだ氏康はここぞとばかりに機内へ向かった。しまった、刀忘れてしまった。けけけ、今夜金になりそうな服着てるぜ。はい、どこぞの裕福な武家の小せがれやろう。刀を持ったのとは間抜けな侍様よ。ガハワハ。よし、やってしまえ。は、うぶす。何やつ、うぶす。怪我はないか。か、かたじけない。その装束からして武士であろうが刀を持たぬとは。少し気晴らしに歩きたくてな。拙者、相模小田原から参った北条氏康と申す。ほう、北条氏康と相模や伊豆の守護北条家当主の氏康か。兄に向かって呼び捨てとは無礼が。まあよい、裕福な武家の小せがれはこんなもんじゃ。それだし、室町幕府十三代目将軍足利義藤と申す。そうか、将軍か。ええー、クック坊様が何故ここに。坂本と聞いておりましたが。いろいろあってな、今は坂本にまで三好長慶の手の者が入るようになり、北の宝泉寺を仮の御座所としておる。
そちこそ機内へ向かうなら琵琶湖の西を進まぬでもよかろうに。中仙道で幕閣の者らの取り調べが厳しいと聞きましたゆえ、今浜から船で渡って坂本を目指しておりました。坂本に向かうつもりであったか。はい、誠の久保様にお会いしたくて。誠とは？いえ、ちょいと関東に。ははは、では本泉寺までと申せよ。はは。久保様、どこに行かれていたので？ちょいと気晴らしに散歩は。おじうえ、ご無沙汰しております。そ、そなた、老いの宇治安殿か。あ、北条宇治安にございます。鶴岡八幡宮、落慶法要の席ぶりにございますが。となると10年は経つかのう。しかし、何故、久保様と。余が賊に襲われそうになったところ、宇治安の一行に助けてもらったのじゃ。刀を持っておれば瞬殺できたが、忘れてしまうてば。なんと危なかしや。しかし、宇治安殿が危険な機内にわざわざ来られたということは。そのご様子ですと、私からの文は一つもおじうえには届いておりませんでしたか。文茶と、一つも手にしておらぬ。誰宛に送ったのだ？縁者である御所万所執事の伊勢貞孝殿にございますが。ダメじゃ、あの者は三好らに取り込まれておる。そうなので。今や御所の苦行らも誰が味方で誰が敵だかわからぬ。この御座所の奉公衆の中にも敵方の患者がおろうでな。そうでありましたか。して文にはなんと。官位官職の件にございます。やはりそうか。おう、うっかりしておりました。こちらは相模の土産にございます。いただいてもよいのか。銭が入り用でございましょう。将軍が一日も早く室町御所に戻れるようご活用くださいませ。うむうむ。して官位の賢者が。わしはもう関白でも太政大臣でもないのじゃ。朝廷に顔を出せる身分では。今日にはおじうえのお子様近衛咲久様が内大臣として働いておるとか。ああ確かにせがれは朝廷に出入りできるが、しかしじゃな、この力では。この銭をお使いいただければ優秀な忍びを雇うこともできましょう。最低でも父と同じ十五位で、できうるなら十五位の上。いつぞや見た光景と似ておる。おじうえでは厳しいなら別のお方にお願いしますゆえ、この銭は。こらこら、誰も厳しいなどとは申しておらん。種家よからも頼む。一日も早く京へ戻り、あれだけでも何とかせねば。はは、何とかしてみましょう。久保様にも一つお願いが。宇治安愛の地の恩人じゃ、何なりと申してみよう。はは、お会いしたその日にお願いすることでないのは重々承知しておりますが、実は下総の葛西城か、もしくは武蔵江戸城。決死の覚悟で機内に入った北条宇治安は、3ヶ月の月日を要し、なんとか朝廷や将軍への工作を済ませると小田原城に帰還した。一方、宇治安が西国で活動する間、北武蔵でも動きがあった。宇治安の特性が功を奏し、山の内上杉の年貢徴収に不満が溜まっていた西本城の農民や商人らが一揆を起こしたのだ。政官を貫く上杉範政に、深谷城の上杉範方は兵を出し、四公六民とすることで領民を納得させ、一揆は収束。西本城館は新たに築き、北条最前線の拠点とした。また、下総の関宿城では、病で床に伏せていた柳田高助が、嫡男春助が見守る中、息を引き取った。小学坊足利春氏の側近の死に、小賀御所が沈む中、宇治安の命を受け、動く者がいた。小太郎である。小太郎は、防衛が手薄となった御所に忍び込むと、足利春氏の妾であり、宇治安の妹、お春の方と、その子、梅千代丸を連れ出したのだ。そして、あらかじめ用意していた船を使い、太井川を囲う。城主、遠山綱影の守る、葛西城に無事入った。そのことは、間もなくして、小学坊、足利春氏の知るところとなる。久保様、誠、申し訳ございません。春助、御所に戻って早々、いかがした？父の葬儀や相続で、御所を留守にするかに、お春様と、梅千代丸様が、姿を消しておりました。なんじゃと。近くの寺にでも逃げたのであろう。すぐにも探せ。それが居場所はつかめております。なんぞ、メラがすぐに迎えに行くのじゃ。そうも簡単にはいかないかと。こちらはお春様の今に残されていた船。見せよ。二人の身柄は北条が預かった。葛西城だ。欲しいなら力ずくで奪いに来い。待っている。宇治安、お釈の真似を。これは新たな久保を擁立する動きと見るべきでは。新たな久保じゃと。はい、小弓久保の誕生と同じ流れにございます。梅千代を元服させ、葛西久保とでも名乗らせるつもりか。さようかと。そして、お弓久保の時と大きく違うのは、梅千代生まれ様には北条の血が流れていることです。つまり、北条の好きなように操ることができ、子が足利家を倒す大義名分を、いかようにもこしらえることができてしまう。そうはさせるか。今なら、まだ敵も油断しておろう。すぐにも葛西城へ。久保様、将軍からご内緒が届いておりまする。将軍じゃと。
古学坊足利春次郎の将軍職を継いだ足利義久地蔵、そなたも40を過ぎたと聞く。そろそろ世継ぎを定めねばならぬ頃よの。聞けばそなたには正妻はおらず、柳田家と北条家からの妾にそれぞれおの子がおるそうではないか。すでに聞いておろうが、北条氏康の会は亡き父氏綱公と同じ呪語入れとなった。呪語入れじゃと、いつついたんじゃ。聞いてねえし。春助の婚意は恥ずかしくて申せませぬ。まずい。お家の価格からして、よ、北条方の妾を正妻とせよ。よって北条方のおの子が必然的に次の古学堂を継ぐ嫡なんぞ。これは幕府からの命である。春次郎のが名刀高氏をいくら振り回そうが変わることではない。そなたも己の身を案じるなら、今のうちに北条とは睦することを進める。無を祈るぞ。あの時はやめておくべきだったか。いや、そのような真似はとてもできぬ。久保様、柳田家のことはお気になさらず。柳田、よう申した。されど和睦といえど、やすやすと結ぶことはできぬ。春助、この書状を持ち、世の名代として小田原へ向かってくれ。ははこうして柳田春助は年明け早々にも北条の居城小田原城へ向かった。宇治安様、古学坊様の名代柳田春助殿が参られましたぞ。そろそろ来る頃かと思った。広間で会おう。はは。父君のこと誠残念であった。高助殿には幾度と助けられましたゆえ、父も今頃あの世で宇治綱様に詫びておりましょう。そうであろうかな。して久保様は何と申して来ておるのだ。こちらのご内緒にて。うむ、拝見しよう。北条氏康殿、そなたの勝ちじゃ。世はもう何も望まぬ。ご領地の件も知らなかったこととしよう。じゃからどうか不従事を次の久保とさせることだけは認めてくれ。頼む。ははは、何も望まぬと申しておきながら、ちゃっかり頼んできておるではないか。ここで古賀足利家と北条家が和睦となれば、関東統一ははかどることになりましょうぞ。何卒ご英断を。次の古学坊は甥の梅千代生まれが継ぐことで決まっておる。それを曲げては将軍に歯向かったと同じ。まだ梅千代生まれ気には幼い。元服するまでの間でも藤氏様を久保様。くどい。もし藤氏殿が久保を継いだことが分かれば、梅千代生まれを新たな久保として擁立する用意もある。やはり新たな久保をと。戻ってわしの申したことを久保に伝えるがよい。ささ柳田殿のお帰りだ。はは。藤安殿を。あそこまで厳しく言わぬとも。妥協の余地を見せてはならぬでな。宇治安、信濃と越後で動きだ。うむ、聞こう。まずは信濃の武田軍だ。乙女城を拠点に小さ方軍に侵攻した武田晴信率いる主力7000だが、わずか500で守る小石城攻めに苦戦。城の援軍に駆けつけた村上義清の本隊に砲砲を突かれ、総崩れを起こし乙女城まで撤退。武田晴信は上田原での合戦に続き、砥石城攻めでも村上義清に敗れた。あの晴信殿が苦戦か。ああ、次に越後だ。長尾景虎が越後守護に就いたことに起こった上田長尾家の長尾正景が謀反を起こし坂戸城で挙兵。景虎はすぐにも挙兵し、数日後に坂戸城は取り囲まれ兵糧攻めとなった。どうも景虎の姉を正景に嫁がせることで和議を成立させる動きが強いようだ。同盟先の武田は信濃で劣勢、そして越後の騒乱は収束に向かっている。どちらも山の内上杉にとって追い風となりまするぞ。そうだな、冬までには毒性の結果が出よう。それを確認しのち小渕進行へと動く。すべての城主にその旨伝令を頼む。はは。信濃や越後の情勢を知った宇治康は、山の内上杉に有利な状況となる前に決着をつける必要があると判断し、諸将に触れを出した。一方古学坊の名代柳田春助は古賀御所に戻ると足利春氏に宇治康の返答を伝えた。やはりそうか。ここは日立の織田を使い火災城を攻めさせるのは悪あがきとなろう。仮に梅千代を取り戻せたとしても、北条軍3万に御所を燃やされてしまいじゃ。全面的に宇治康の要求を飲むので。それしかない。亡き祖父もおっしゃられていた、同じことを繰り返すでないとな。まこと無念にございまする。まあ梅千代の元服はまだまだ先じゃ。これから北条にも幾多の難題が降りかかろう。その時が来るのをじっくり待つ。承知いたしました。こうして北条有利の条件で古学坊足利春氏と北条氏康は和議を結び、一旦の決着となった。それから半年が過ぎ、特性の結果に安堵した北条氏康は満を持して小田原城を立ち江戸城に入った。知らせを受けた諸将もまた江戸城に集まった。宇治近様、元服の儀誠執着至極に存じまする。うむ、
北条家の嫡男として恥じぬ働きをしてまいりまする。ご立派じゃ。何がご立派だ。立派なお言葉ではないか。なあ宇治康、なぜに宇治近としたのだ。宇治近といえば今川義元の父今川宇治近と同じではないか。まあいろいろ悩んだのだがな、最後は妻の玉が父の名がいいと言い出してな。嫡男の名をそんな風に定めていいのかよ。川越城の玄安和尚から急ぎの知らせ。申せ。はっ。西小関国見城主尾形紀姫が再び挙兵、平井城近くまで進軍し収穫前の田に火を放ち上杉紀政を挑発。家内隊が駆けつけたため撤退したともよし。尾形紀姫、良い働きをするのを。宇治康、思った通り動かしていた。やはりか。どこにだ。御岳城だ。よし、策は定まった。者ども聞け、年が変わって早々出陣とする。狙いは小宇関から山の内上杉を一掃し、次こそ上杉範政の首を挙げることだ。もはや山の内家臣団は瓦解していると言ってもよいが、されど闇雲に平井城を攻めては範政を取り逃がす恐れもある。それゆえ隊を大きく五隊に分け進行する。まずはこの絵図を見よ。当家の最前線拠点は武蔵最北端の西本城館だ。ここにはすでに大同寺隊、羽賀隊、二千が詰めておる。現状当家にくだらない主な国衆は、東から金山城の由良成重、赤石城の名和宗利、御岳城の阿保全龍、倉賀野城の金井秀影、三ノ輪城の長野成政、安中城の安中長重。兄上、これだけの城を順に潰していくので。わしがそんな手間なことをすると思うか。されど深入りしては敵に背後をつかれまするぞ。それゆえ隊を5つに分ける。まず推し城の成田長安隊2000を金山城に向かわせ布陣。同じく深谷城の上杉紀方隊2500は赤石城に向かわせる。城から出てこぬなら戦う必要はない、ただ監視しておればよい。続いて相模武蔵の別動隊は、叔父北条玄庵の総大将に綱鷹の赤備え隊、綱重の木備え隊、合わせて1万とする。別動隊は藤田殿の天神山城で藤田隊と合流の後、裏街道から北上し御岳城を包囲。包囲だけか。この城は必ず落とすが、すぐには動かぬ。わしからの指示を待て。了解。最後に本隊だ。わしを総大将に副将宇治高、武蔵からは為の黒備え隊、笠原の白備え隊、そして江戸の太田隊を加えた総勢8000とし、この西本城館で大同寺隊2000と合流。その後大同寺隊と羽賀隊2000は三国街道を北上し、長野や安中の動きを見定める。同じく太田隊2000は倉賀野城の家内を見張るのだ。残りの本隊6000はこの神川村まで進軍し布陣。国峰城の小畑隊が平井城へ向かった知らせを受け、溜め隊、笠原隊3000が平井城の囲いに向かう。これがこたびの進行策だ。ごちゃごちゃ細かい進軍なのは分かったが、でどうなれば御岳城に攻め入れるんだ。どの国衆が平井城を助けに向かうかによって取る策は変わる。こればかりは言ってみなければ分からん。まあ分かった。次期八幡綱重様をあまり退屈させるなよ。みな聞け。川越の決戦から5年が経った。その間わしは一切軍を小津に動かしていない。これについて敵がどのように解釈しているかはわからないが、その静かなること林のごとしですな。うむ、その通り。少なくとも油断しているに違いない。ゆえに年明けの小宇津進行は足並みを揃えてこそ効果を発揮する。その早くこと風のごとくですな。お前はいちいちうるさいわ。ははは、風のごとくでは弱いぞ。孫子の兵法軍曹に例えるなら、こたびの進行は動くこと雷霆のごとし出参る。季節は冬じゃが寒さに負けない息健康な北条軍を見せつけてやるぞ。小太郎、ここだ。わしの策を川越城の叔父上に伝えよう。そして1月下旬になったら小宇津中に北条氏康が攻め込んでくるぞと噂を流せ。よい。よし、来年1月末に各自持ち場に布陣を終わらせよ。一刻とて遅れてはならぬ。よいな。天文21年1552年1月末、北条の主力隊は次々と北武蔵に集まり出した。このことは複数の石膏から上杉紀政に届けられた。秋田か。北条氏康が主力を従えて小宇津に向かっているとの噂じゃが、まことか。いろいろな噂が飛び交っております。いちいち信じていては祭り事が滞りまするぞ。まあそうなのじゃが、それよりも世に従う旨の欠板状はどの程度集まったのじゃ。そう、それがいろいろありまして。まだ揃わんのか。いい、急ぎの知らせ。どうした。国峰城の小畑の石毛殿が再び挙兵し、ここへ向け進軍しております。またか。秋田か。まだせがれを説得できんのか。なかなかに頑固者でして。田畑を焼いたことは許すで、武田や北条のまやかしから目を覚ませと伝えてまいで。はは。と、殿、大変です。どう大変なのじゃ。お、北条氏康が神川村に着陣、その数5000は超えているとな。まことに氏康が来たのか。倉賀野城の金井様より伝令、北条軍2000に城を包囲されておりまする。至急援軍をお頼みしたいと。倉賀野城にもじゃと。お、殿、御岳城の阿保殿から早馬が入り、
北条玄庵の第一難に城が包囲されたため援軍をと援軍と一度に遅れるわけなかろうに。御岳城には殿のご嫡子辰若丸君がおられるのです。ここだけは守らねば。そうじゃった。武田の侵攻に備え辰若丸を御岳城に入れておったのじゃった。うむ、すぐにも援軍を向かわせようぞ。まずいです。北条本隊が神奈川を渡り始めました。先方は北条の中心ためたいと笠原隊と思われます。完全にこの城が狙いではないか。御岳城にはいかほど詰めておるのだ。急な召集ゆえ多くて1500といったところ。上昇はあの善流じゃ。なんとかこらえてくれよ。その前にこの城にも急ぎ兵を集めよ。はは。あと久保様じゃ。この久保様にも急ぎ援軍の要請を頼む。久保様は北条に媚びへつらっているとも聞きます。援軍はさすがにダメ元でもよい。すぐに早馬を出すのじゃ。はは。北条軍の一糸乱れぬ動き、そして電光石火の行軍は見事であった。山の内上杉軍が打てる全ての手を封じられた上杉範政に残された術は北条氏康本体に奇襲を仕掛け氏康の首を上げる以外にない状況。しかしそんな織田信長のような危険な策を思いつき実行できるほどの軍才と度胸を持ち合わせてはいなかった。氏康様、為隊、笠原隊が平井城より半里東の地に布陣。国峰の尾形隊も城より北に一里の地に着陣したとのこと。うむ、目竹城を囲む玄庵おじ様より知らせ。固く牢城であろう。いかにも。あの城には範政の嫡子がおるのだ。阿保全流らの士気は高いぞ。それゆえ綱高殿や綱重殿を当てたのですな。その通りよ氏康。どうだ。思った通りだ。花山城の由良成重、赤石城の縄宗利、箕輪城の長野成政、安中城の安中長重、すべて城から打って出る気配はない。なお長野や安中は身内同士どちらに組するかで内紛が起きている。よう調べ上げたぞ。祖父より宿敵と定めてきた山の内上杉よ。この戦で決着をつけてやる。者どもよく見ておけ。当家が誠の関東の雄であることを称する戦がこれより始まる。別動隊に合図を送るぞ。のろしを上げよ。正気はつらつにホラガイを鳴らせ。いよいよですね。あののろしが合図か。そうです。いかに攻めまする。敵はもう固く閉じておりまするが。季節は冬、そして雪や雨もここしばらく降っておりませんね。水の手を立つのだよ。ははは、俺にしてはまともなことを言ってしまったが。残念。なんでだよ。水の手を立つ策は兵糧攻めにこそ効果を発揮します。されどこたびは攻め落としにかかるのです。火にございますか。そうです。風は北西から吹いております。よって北と西から山に火をかけ、東や南から逃げてきた敵を討ち取っていきます。けど辰若丸って小僧を生け捕りにするんだろ。そうです。上昇阿保全流は辰若丸を守るように東の山の手から下山しましょう。そこで生け捕りにするのです。綱重殿に託します。頼みますよ。よっしゃ東だな、俺についてこい。綱重に任せて大丈夫でしょうや。ただ構わず切ってしまいまするぞ。山を下ってくる者らは死を恐れぬ者ばかり。綱重殿の武勇に期待しましょう。ささ、火の支度を。ははい。そして夜が明け出した早朝より玄庵の火攻めの策は実行された。乾燥した落ち葉や木々に放たれた火は強い北西の風にあおられ次々に燃え広がっていった。その様子を城の矢倉で見ていた阿保全流は、火攻めだと正気か。北の関所が敵の火攻めにより焼け落ちました。炎症は止まりません。水じゃ蓄えておった水を使ってよい。火消しに回せ。ダメです、凍っており全く使えません。くそ、早朝から動いたのはそういうことか。いかがします。今なら東口には敵はおらぬ。東から山を下り平井城まで落ちるぞ。若はどこじゃ。東矢倉に。よし、若を守り山を下る。急ぐぞ。燃え広がる火の手を見て城が焼け落ちると判断した阿保全流は上杉範政の嫡男辰若丸を連れ平井城を逃げるべく山を下った。しかしそこに待っていたのは北条綱重の隊である。玄庵様の申された通りぞろぞろと山を下ってきましたな。ああ、女子どもは切ってはならぬ。武具をつけた者のに倒していくんだ。北条木曽内隊が長直八幡綱重様に続け。北条綱重隊の突撃が始まった。お、北条の旗差し。しかもあれは北条一の暴れん坊北条綱重の旗だ。この待ち伏せを突破するのは至難かと。ああ、ここまでだ。はは、ではそれがしが解釈つかまつります。急な、いつ切腹すると言った。違うので。北条に下る、皆大事なわしの家臣じゃ。ここで死なせるわけにはいかぬ。と、殿。この若を北条への土産とすれば、皆の命は取るまい。それでよろしいので、範政様からいただいた恩義。嫌なら、あの綱重軍に飛び込んで下りましょう。ここは潔く下るべきです。わかったなら、すぐに使者として向かえ。はは。
なんだと、アボ前流が当家に投降すると申したのか。はい。ほう、ならば会ってやろう。ここに通せ。はは。そなたが騎士に勝る猛将、北条綱重殿でござるか。ほう、よう知っておるな。そなたが安全保障じゃない、アボ前流かな。いかにも。そしてここにおられるが、上杉の利政茶器辰和鎌丸にございまする。辰和鎌丸である証は、これは山の内上杉家の嫡男にのみ受け継がれてきた脇差しにございます。こんなのを見て茶器であると認めるわけにはいかぬ。ここらの寺の坊主に確認してもらう。それまでアボとやらも生かしておいてやろう。家臣の命は案ずるな。下ると申した者らを切るほどつまらぬものはないでな。よし、本陣まで連れて行くぞ。はは。こうして御嶽城の戦いは、アボ前流の降伏、そして則政の着手、辰和鎌丸を受け取るという見事な戦果を得た。和尚、この子は誠に上杉則政の子で相違ないのだな。はい、幾度と同様の席にて見知っておりましれば。うむ、大義ぞ。はは。アボをここに。アボ前流にございます。氏康じゃ。主の子をたやすく敵に渡すとはもってのほかの所業。そのようなもの、北条家臣に無用の長物、即刻打ち首にせよと、そなたを殺めることなど造作もなきこと。されど、そなたを慕う家臣や領民らの心を北条に向かせることは、先進バンクを伴うことにもなろう。はは。事業はすべて安堵といたす。以後は当家のために励むのだ。よいな。はは。御嶽城落城の知らせは、瞬く間に関東中に届き、どちらにもつかない姿勢を貫いてきた縄宗俊であったが、ここに来て北条に下ってきた。氏康は縄宗俊に即座に出兵を命し、西に陣取る大道地帯に合流させ、長野や安中への圧力を強化させた。天文21年3月に入り、宇治康は神田川を渡り、本陣を平井城から半里北西の天神山に置いた。御嶽城攻めの別動隊も合流し、およそ2万の大軍が平井城を取り囲んでいた。その平井城では城を抜け出す兵が後を絶たず、残る守兵は馬回り衆含む300ほどに減っていた。殿、お先に行きまする。ぶぶっ、バカ者、死んではならん。と、殿、申し訳ありません。それがしも死ぬな。世は自決するつもりはない。もはや敵の総攻撃を受けたら半日と持ちませぬ。北へ逃げましょうぞ。どこへ逃げると申すのじゃ。安中も長野も音沙汰なしぞ。北根付け白城です。白城じゃと。はい、こんなこともあろうかと白城の名を乗り下げるのには、何かあった時にはと手を打ってございます。どこに逃げても無事安は追ってくるぞ。越後守護を頼るのです。越後守護の上杉定真はもうおらんのじゃ。今は長尾なんちゃらって。長尾金虎です。この白い城は左右を川で守り、周辺は小高い丘や山が囲む守りに敵士たち。大軍で攻め寄せる北条を迎撃するにはうってつけでもあります。また、西の岩下城を拠点とする斎藤殿、北の沼田城一帯を領する沼田殿は、当家に、そして越後にもつながりが強いです。背後には越後軍が控えていると言いふらせば、北条氏康とて、安易に北高付けまでは入ってこぬでしょう。わかった。信じようぞ。されど、いかにしてこの窮地を抜け出すのか。殿には百姓の奴隷役を演じていただきます。奴隷になれと申すか。逆です。あくまでもここを抜け出すための。されど、北に向かっても敵だらけぞ。さすがに見つかる。南です。南は逆ぞ。それゆえ敵も監視は少ないはずです。南の山を抜け神奈川を使い、船で利根川に出る。そこまで逃れられれば敵もおりますね。わかった。では秋高殿も。ああ。こうして上杉の利政は大石元興の案内で城の南から抜け出すと、南の山を伝い東の神奈川を目指した。しかしそこに布陣していたのは北条綱重であった。おっと、待ちな。拙者小名御所へ百姓の奴隷を連れて行くよう任じられておるもの。急ぎまするゆえお通しくだされ。こんな真夜中に山を下ってきたのだろ。怪しいな。急いでおりまするゆえ。お、なかなかやるではないか。お侍さん、その金色の旗差しかっこいいね。おう、奴隷殿、見る目があるね。この登り罠、ごく限られた隊にしか持てねえんだ。で、この八幡が、これは俺様が八幡大菩薩の生まれ変わりを表していてだが、あれ、どこへ行った。なんとか北条綱重を巻いた上杉範政一行は船で利根川まで出ると北へ落ち延びていった。そして日が明けた早朝、平井城に残された城兵から開城するとの知らせが内康に届いた。いずこに隠れておるのだろう。何度も申しますが、昨晩中に城を抜け出していたのです。これが則政様の置き手紙。置き手紙だと。ここまで世に従ってくれた者たちよ。この文を読む頃には世はこの城におらぬ。北小津家の白い城に向かうゆえ案ずるでないぞ。この文を読んだなら即刻開城し北条に下るのじゃ。あの北条氏康とて降伏する守兵らを切るまではしまい。
余が平井城に隠れておると疑ってきたのなら、この文をそのまま北条方へ渡すのじゃ。これを読んだ氏康の顔が見たいものぞ。範重殿、この字は範政に相違ないか。ええ、間違いございません。白井城は越後に縁石を多く持つ長尾森影の城。ここに逃げたとなると、背後の越後城、山頂長尾家を頼るつもりなのでしょう。さらに、白井町は、川や山に守られた天然の要塞、伏兵を忍ばせやすい森や丘も多く、デコすることになりましょう。ざっと城を確認してきたが、どこにもいなさそうだぜ。お、どこかで見た顔だと思えば、俺から逃げ回ってた、藤田じゃねえか。お許しよ。逃げるなよな。綱重、今朝にかけて、城、南の森に、不審なものはおらんかったか。例えば、百姓に扮したものとか。ああ、奴隷農民を古賀御所に連れて行く一行はいたが、奴隷農民じゃと。あの公方が奴隷農民を御所に入れるわけがなかろう。その中に範政もいたんじゃないのか。違うだろう。だって俺の直八幡の旗差しを褒めてくれたじゃ。上杉だったら敵の旗差しを褒めねえだろ。逃げるのに必死なのだから何だって言うだろ。ほんと彦次郎殿に似てますね。いらんところまで似すぎだ。まあこたびはここまででよろしいのでは。小宇家の国の府中は抑えました。残す北小宇家は氏康殿が動かぬでもいずれ手に入りましょう。それよりも小学号ですな。お分かりのようですね。父上、もしや戦は終わってしまったので。藤近に類人をしっかり飾らせてやりたかったが、まともな合戦とならずに終わってしまったな。まあいずれ機は来るであろう。それまで楽しみに待っておれ。ははっ。よし、物ども聞け。こたびもまた逃げ足だけは早い上杉範政に今一歩のところで打ち漏らした。されど見てみよ。埼玉軍の成田殿、深谷城の範方殿、赤石城の縄殿、秩父軍の藤田殿、御嶽城の阿呆殿、そして国峰城の小幡殿。これだけ多くの武蔵や小宇家の国衆らを血を流すことなく味方にできたは大きい。なあ、そうであろう。範政の着手、脱若丸を得た。このせがれを奪いに来るか、はたまた交渉と出るか。何にせよ、まだまだ武蔵や小宇家で戦は続くであろう。関東の完全制圧に向け、わしも金権立候、国の手本となるべく励むゆえ、皆も当家のためによろしく頼むぞ。武蔵、そして小宇家の新たな門出を祝すぞ。勝ち時をあげよ。川越を戦後の5年を描いた今回の物語は、まさに北条氏康が大幅に領土を拡大した時期なのである。諸説ある中の一つに、平井城を落とされた上杉範政はその足で越後の長尾景虎を頼り逃げていったというものが過去に通説となっていた。しかしこの合戦から6年後の永禄元年1558年に範政が越後入りをしたことを記す古文書が存在することから、範政はある程度北高漬に留まり再起を図っていたのだと推測できる。この合戦時範政は29歳。大河ドラマなどではこの先の時代の上杉範政が多く描かれているため年配の印象を持ちでしょうが、実は8歳で山内上杉家の当主となり、その後27年間北条と戦い続けた当将だったのである。今回の内容は北条の合戦というよりも北条氏康の政治面が際立つ内容となっている。兵法、軍略を知り尽くした北条氏康に政治面が加わることで違った合戦の形が見えてくる。そんな楽しみ方ができるのも歴史の面白いところではないかと。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない、そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。